はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトル It's P-Day It's P-Day It's P-Day さあ It's P-Day このコースですね P1 って書いてますけど多分 P かなんかだかな。これ欲しいやったやったよしオッケーなんかわかんないけどキノピコ連れてってあげませんあげませんあげれないんですよ。そうあれこれはどうしよう。これなんか上から行けないから、あ、上からなんか行けそうだね。上から行けるっていうことをまだ誰も知らないと思うんでちょっとね僕狙っていきたいと思います。ここ、え、何やってんの、え、何やってんのかわいそうに。よし来た、よし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 これで、ね、渡れるんでしょう。やった、あ、なるほどそこにゴールがある感じ。待ってキノピコ行っちゃったぜ。キノピコは、あ、いやちょっと待って気づいた、あのキノピコ気づいた、まずいまずい、取られる、ゴールを取られちゃう。よし勝ったやった勝ったイエーイ。最近ですねめっちゃ喉が痛いんですよね。いや、なんていうのかな、喉仏のとこあるじゃん、喉仏、あそこになんか針がずっと刺さってるみたいな感じがしてめっちゃ痛いんですよね。あれなんか持たれてる持たれてるね。さあルイージ連れてってくれ、ルイージ、おおやったルイージ、捨てた、もうやめてってもうそんな急に捨てるのさ。うわっルイージルイージ一回僕ここから行きます。ヨッシーいるのか、ヨッシーもらっていこうか、ヨッシーもらってってもうファイヤーマリオでしょ。もうこれ結構無敵じゃないねえ、これでおなんかめっちゃ楽しそうだね。あの青のドクロのとこ一番最初行きたいね。いや待って、なんか出た、キノコ、ちょっと待って、え、ちょっと待って、マリオこれ乗っていこう、2番目が熱いかもしれない、意味ねえ全然意味なかった。まあまあまあ、アイテムないとこれ結構危ないんじゃないかな、みんなね、やられてしまうよ。これは上かで、ここの右下のドアに出る。オッケーオッケー、みんなアイテム取ってってないね、大丈夫、次、うわここでアイテムになれるのか、よしここでスーパーキノコになれるパターンのやつね。うわ周りは早いな、なかなか。次これは逆さまね、よしオッケーオッケー、マリオマジだよ。うわこれは危険だ、これはめっちゃ危険だ、でも僕は渡っていきたいと思います。来た、マリオは、マリオ来てないね、あこれ熱い、これ熱いよ、このコインの通りに行こうね、このコインの通りに行って次左右やったこれ熱い、これマジで勝てるかもしれない、よしじゃん、いやここアイテム取っていきます僕、オッケー、で次左、いっとっとジャンプで右、ここ、このドア、このドアでジャンプして戻っていきます。いや今の誰も来てないね、うわっとっとっと、いやなかなかうまいね、今うまくない、結構うまいと思うんですよ。うわマジでお前かマジかよ、早く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 よし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 、ちょっと待ってちょっと待って、でドアに入ると、え、なんだこれ、ちょっと待って、え、マジでわかんないんだけど、え、やったそれじゃあみんな待っておきますか、おー危ねえさあこれがねラストバトルにしたいと思います。このコースありきたりっぽいけどめっちゃ見たことあるな、よし、うーや、これはどか渡っていきます。ルイージおとなしくしててね、僕が絶対運んでってあげるから、ルイージ僕を信用して、信用してって、あーちょ信用してって、ルイージ信用してってちょっとルイージ信用してて、僕を信用して、猫取っていこうね、僕も猫取っていきます。ルイージありがとう、いや本当ありがとうルイージ、今みたいな人なかなかいないよね、完全に僕から取られるって分かってて出る出したよね、いやありがとう。そしてお疲れ様、30コインを3枚取ってからゴール、30コインを3枚取ってからゴールか、どんな感じで3枚あるかですよね。うおこっち入ったけどいいかな、ちょっと僕一旦右に行きます。
おそらくですけど、これ3枚っていうのは結構振り分けられてると思うんですよね。だからちょっと一旦ね、ゴールを先に見ておきますか。まずゴールがどんな感じであるかですよね。あと場所もね、覚えておいた方がいいと思うんですよ。うわ、ここにあるのね。っていうことは30コインやっぱ振り分けられてるね。よし、それじゃあ取りに戻りますか。コインがね、どこにあるかわからないから探す感じだと思うんですよね。あ、条件達成した1人、キノピオでしょ。キノピオどこにいるんだろうね。よし、それじゃあマリオ一緒に待っておこうね。よしよしよし、息ぴったりだね。キノピオはどこいるんだろうね。マリオ一緒にゴールしようね。兄ちゃんね、送っておく、よろしくお願いします。いや、どっか行かないで、せっかく挨拶したのにどっか行かないでって。マリオ戻ってきて、兄ちゃん、兄ちゃん戻ってきて、兄ちゃん。うわ、なんか猫来ましたよ兄ちゃん。ね、兄ちゃん猫来ました。うわー、たったっ、やっ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 、兄ちゃん、兄ちゃん。お、マグマの上を歩ける。いや、歩けないでしょ。うわ、なんだこれ。え、めっちゃなんか面白そうだね。マグマの上歩けんのかな。どういうこと。マジでどういうこと。なんだこれ、どうしよう。あ、そういうこと。兄ちゃん、それ風呂じゃないよ。よし、オッケー。で、これジャンプして渡っていきます。こっちがアイテム。よし、当たり。倒してあげます。ね、みんなおいで。うわ、当たった。倒してあげたのに、マリオ。マリオも同じことになってるね。さっきさ、せっかく倒してやったのにさ、なん自分だけ落ちるみたいな。何、いいことしたらいいこと起きるんじゃないの。そんな世の中じゃないの。このスーパーマリオメーカー2の世の中は、まあ、いいことしたらいいこと起きないみたいな。まあバトルだからね、バトルだからそんないいこと起きないとは思うんですけど。さあ、これを渡っていきます。で、ルイージが前いるね。ルイージ前いますけど、これ僕ちょっとまずいんじゃない。ちょっとまずいね。じゃあ、うっとっとっ、まずい、これはきつい。よっけ、よし、ルイージやらて。ルイージまだ、うわ、だってまずいって、危ないって、危ないって。もうもう、あのキノピコ、これぶつけるよ。もうぶつけますよこれ。いけ、よし。あ、キノピコやられてる。あ、これ取っていきます。僕も取っていきます。よし、これね、上からいけると思うんですよ。さっきね、上からいけた。ほらほらほらね、ジャンプ、よし、オッケー。で、これも上からいきます。うわー、これ上からいけなかったな。よし、オッケー。これちょっと倒していこう。もう邪魔、邪魔くせ。めっちゃ邪魔くせ。よし、で、これもどんどん渡っていくんだけど、この亀吉を踏んでいきます。あのマリオゴールしそうだな。そろそろゴールしそうだな。大丈夫か。うわ、これやっぱ上からいけたね。よし、いや、マリオ戻ってきてる。やった、これ結構チャンスだと思うんですよね。オッケー。何やってんの、もうほんと何やってんの。あれ絶対ゴールでしょ、最後のあれ絶対ゴールだと思うんですよね。兄ちゃん、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。